今回は印刷研磨の問題点をより論理的に導くための思考法、稼働率分解ツリーの考え方について紹介させていただきます。今回の動画を見ていただくことで、今まで以上に現場の改善成果の向上に少しでも役に立てていただければと思っております。近年の小ロット化、新型コロナウイルス感染症の影響で印刷物需要が減少して収益が悪化、従来にも増した現場のコストダウンに取り組んでおられる会社さんも多くあるかと思われます。そのような背景の中で、改善には取り組んでいるもののなかなか成果に結びつかなく苦戦されている会社さんもあるのではないでしょうか。現場改善の成果を最大限に発揮させるためには、自社の抱えている問題、弱みがどこにあるのかを理解、発見することが改善への第一ステップになります。その現場の問題を発見するのに役立つ考え方が稼働率分解ツリーになります。稼働率を先頭に、その計算式と関連する表を分解しながら、問題の本質がどこにあるのかを発見するのに役立ちます。はじめに、先頭の稼働率は平均ロットとジョブ数との相関が強いので、相関が見られない箇所、または稼働を全体的に底上げさせるために分解させていきながら、どこに問題があるのかを深掘りしていきます。ここで改善の取り組み項目の優先度、重要度を見極めて、ここを改善することで必ず成果が出るという問題点を発見し、改善成果と改善のスピードを加速させていきます。稼働率は本釣り時間割る稼働時間の計算式で表されています。分子の本釣り時間に関しては、機械速度を上昇することで稼働率の数値自体は下がってしまいますが、その分予定時間より早く作業を終了することができますので、分母の稼働時間を短くすることが可能となります。勤務時間内での作業終了、新たに創出された時間内で機械メンテナンスや社員教育の実施、次の日のお仕事の前倒し、外注ジョブの内製化などを検討できるようになります。次に、稼働時間はジョブ外時間とジョブ時間に分解して考えていきます。特にジョブ外時間では、半待ち、買い待ちなどの待ち時間の発生、色調や原稿確認など工程管理の情報を集めていただき、改善できる項目はあるのか検討していきます。こちらは会社全体での取り組み事項が多くなりますので、ハードルが少し高くなるかもしれません。ジョブ時間は本釣り時間、立ち上げ時間、ジョブ停止時間に分解して考えていきます。ジョブ停止時間、チョコ定は本釣り枚数との相関がありますので、相関が見られない部分の分析を行い、何が原因で機械を停止させていたかを追跡していきます。立ち上げ時間は切り替え時間と色あせ時間に分解して、切り替え時間では機械についている機能を十分に使いこなしているのか、オペレーター様ごとの準備作業にばらつきはないのかなどの視点で、改善可能な項目を洗い出していきます。色あせ時間ではブレンキング回数、試し釣り回数、試し釣り枚数の関連する指標を見ていきます。色構成子のマッチング、 CMS やブレンキング設定を確認しながら、結果試し釣りの回数と枚数を改善させて、機械稼働を向上することはもちろんですが、損失削減でのコストダウン、品質安定化などを改善させ、現場から利益増大を目指していきます。日々のお仕事の中でデータ収集、
波動分析を行いながら改善を進めていくことは大変かと思われますが、どのくらい良くなったのか、または変化がなかったのかなどの成果の確認を行っていき、 PDCA サイクルを回していくことが重要となります。改善での成果が見えてくることでモチベーションの向上にもつながり、改善活動の範囲にもなるはずです。次回は実際の事例を見ながら具体例を紹介していきます。今回はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。